この自分に負けたくない。切り開く闇夜の先に溢れる情熱を心に刻み込む、ここが伝説の始まりの物語。過ぎ去る何するんだ。それがいい。真の忍びになるためにも行ってこい。オロチが復活したのか。まさかこの感じは。みんな、今行くぞ。順次よ、任務開始。
海、しっかりしろ。に体を乗っ取られたのか。待ってろヨミ、今すぐ助けてやる。お前は憎しみだけに心を奪われる女じゃない。ヨミ、マイジンジン最終戦勝負。ここで休んでいろ。私は他の仲間を助け出す。はい、みんなをお願いします。
加減、無事か。ふむらさん、なんかわしおかしいんや。わしには感情がないはずやのに、心をざわつかせるもんが体に入ってくるんや。これは怒り？いやいや、こんな感情いやいや、こんな感情なら欲しくない。日陰！ふなるほど、これが感情っちゅうねんか。こいつはいいもんや。何もかもぶっ壊し、誰も彼も傷つけたい。そんな最高の気分や。日陰、感情っていうのは怒りや憎しみだけじゃない。今のお前ならそのことがわかるはずだ。待っていろ、私がお前を元に戻してやる。私は何をしてたん？日陰、よかった。ホムラさんが助けてくれたんやな。いや、私だけの力じゃない。感情とは怒りや憎しみだけじゃない。それを今の日陰は知っている。だからオロチの呪縛に負けなかったんだ。そうなのか。いや、そうならほんまに嬉しいの。まだ未来とハルカが見つかっていない。日陰はここで待っていてくれ。わかった、二人を頼むわ。
ちが体に入ってくるっていうか。未来、しっかりしろ。オロチに乗っ取られるな。ダメだよ、ハムラ。私。いじめてやる。みんな、いじめてやる。今度は私がいじめる番だ。未来、本当の力を手に入れたお前はいじめのくだらなさを知っているはずだ。待っていろ、その力の使い道をすぐに思い出させてやる。ではオロチのせいだ。でも気にするぐらいなら強くなれ。二度と心を奪われないようにもっともっと強くなれ。分かったよ、ホムラ。あと見つかっていないのはハルカだけだ。ハルカも助ける。ホムラちゃん、参ったな。私ともあろうものが心と体を奪われちゃうなんて。間に合わなかったか。しっかりしろ。
私は人形、何も考えない操り人形。目に映るものを殺す、ただそれだけの人形。はるか、お前は人形なんかじゃない。情に熱くて仲間を大事にする人間だ。待ってろ、すぐに私が人間に戻してやる。はるか、マイジュンジちゃん。最終戦、勝負。押し寄せよ、うん、邪魔だ。うっ潰してやる。うっ潰してやる。しつけてやる。なんだ、でっちゃおりゃ。でっちゃおりゃ。私、どうしてたの？やった、やったぞ。これで全員助け出した。ホムラちゃん、大丈夫？気にするな。なんてことはない。人形になった私なんか、放っておいてもよかったのに。バカを言うな。仲間の大切さを教えてくれたお前をどうして見捨てることができる。ホムラちゃん、どうだオロチ。私は守ったぞ、仲間も強さも。
終わったんだ。何もかも。ホムラ、大丈夫？ホムラちゃん。ホムラさん。ホムラちゃん。さて、帰りましょう。と言いたいところだけど、これじゃあ帰る場所がないわね。ヘビジョの本部にみんなで行きましょうか。どうしたの？すまない。私は行けない。お前たちがオロチに取り込まれたのは道元の企みだったんだ。だから私は道元を切った。私はもう蛇女には戻れない。お前たちだけで行ってくれ。ホムラ、水臭いこと言わないでよ。私たちはみんな一緒だよ。問題はこれからやな。隠れ家ならいい場所があります。そこは無三王通りと言いまして。いっそのこと半蔵に行っちゃうってのはどう？上秘伝忍法書もあるし、私たちが新しく蛇女学園を作るってのもいいかもね。本当にお前たちと来たら。ルカ様、いいんだよ。ヒバリのところに行ってきても。未来、生意気なこと言わないの。ここで別れてもあいつらとはきっとまた会える。さて、いつまでもここにいるわけにはいくまい。で、結局どこに行くの？どこでもいいやないか。そうそう、なんとかなるわよ。とりあえず出発です。
さあ、行くぞ。これが新しい蛇女の門出だ。この技は使えそうだな。おかえり。